どないしましょうか。何をどうすればいいですか。まあ、あのほら、バサリ切るんですかってことか。はい、あのこの後ろの、まあさ、取ったやん、はい、ここが伸びとるけん、そこと合わせた方がいいんか、もう伸ばすか、バッサリいくか、ウルフにするか、どう切りましょう。どうしましょう。どうした方がいいと思います。また後ろだけ揃えればいいじゃん。後ろだけ揃ってどういうこと。いや、横と。え、中でももう長さちゃうんで、全然。え、よろしいでしょうか、お客さん。え、後ろも揃ってこと。はい。痛いんだよね。お客さん、文句ばっかり言いますね。反りますよ。痛いんですよ。うとしい髪の毛だな。この伸びてる毛を刈ります。これも刈るんですか。はい、刈りますね。え、そしてね、あーあああ、なんかそれね、あのそれカバーかかってるかな。そうそうそう、これこれこれ。あマジで。残してもいいですかね。ちょっともらえませんか、これ。こっちの方が剃りやすいの。あんたの左とも合ってんの。私の左おかしかった。うん、デコボコしとった。デコボコしとる。うん、こっちの方が全然剃りやすい。え、頭の形が。うん、初めて知ったよ。うん、ちょっと毛先切るぐらい。ちょっと待って、ちょっと待って、どうするの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 。これに合わすんよ。ああ、え、一気に切るん、それ。うん、嘘やろ、ブッキングは中村あんちゃんみたい。でもさ、これアンニュイな感じってさ、するよね、アンニュイの感じ。病院に行ってやってもらいました言うたら分からん。いや、分かるよ。知らんか。髪の毛の量多いな。うん、それだけが自慢やけん。それしか自慢するとこない。表面線と寺戸さん、中だけね、するん。いや、中もうないんや。ごめんなさい、もう中がないんです。アンニュイボブって感じ。えだ、訴えられるぞ、さっきから。あそこのカリスマ美容師、歯首に当てるんですけど、言って。もうちょい中切りたいな。そうね。あきっとちゃん、脱いでんや、今。おおおおお、構いなしやな。え、終わり？はい。長め切ろうか。いや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 。いや、これ以上切るともう見えちゃうよ。それギリバレン長さよ。っていうか、なんか全然なんか毛量違うくない、こっちとこっちで。うん。うんって。なんていうか、なんて言ったらいいんか分からんけど、これ。だって正解これ。違うもん。夏目ちゃんみたいやね。ええように言うてくれたな。ぽい？
怒られるわ、お前。そんな。あんたが言うたんだよ。おる？こんな子。現代にはおらん。どういうこと？あ、終わったんや。終わったんや。はい。